はい、ということで皆さんこんにちは、トランペットです。ただいま、私は青森駅にいるんですが、これから名古屋に帰るんですが、今回は鉄道で、帰るわけではありません。青森と名古屋唯一直行便として出している、公共交通機関は飛行機、富士ドリームエアラインズのみとなります。といっても青森市の市街地からは離れた青森空港までは空港の連絡バスに乗る必要があります。到着後の小牧空港からも名古屋駅など都市部までも空港バスに乗り換える必要があります。かといって鉄道利用でも東北新幹線の新青森駅まで出向いたり、東京駅で東海道新幹線に乗り換える必要があるということで、乗り換え回数は変わりませんが、鉄道利用と時間を比べながら移動していきたいと思います。青森駅東口にあるバスセンターの中に券売機がありまして、このバスの、切符を事前に購入することができます。バスの切符はですね、この JR の切符のような紙に印字をされております。青森空港行きのバスは11番乗り場から発車をします。シートベルトの着用をお願いします。さて、青森駅から16時45分に発車するということで、ちなみに大本線の新青森駅に行く普通列車とね、偶然にも青森駅の発車時刻同じということになっております。さて、しばらくは市街地、こちらアーケード街を通り抜けたりしておりますが、しばらくするとですね、この雪道をひたすら進んでいくわけでございます。青森空港へは有料道路の、経由するということで、こちら料金所を通過しております。もし自家用車で青森空港に行きますと、この有料道路を利用するということで、空港の駐車料金が無料もしくは割引をされます。さて、青森駅からの所要時間はおよそ35分でございます。ちなみにその後の便に乗車しても、富士ドリームエアラインズの名古屋行きには間に合います。チェックインカウンターの入り口目の前に停車することで、アクセスが大変便利となっております。さて、青森空港に到着した頃、もし鉄道利用すると新幹線はすでに新青森駅を発車しております。先ほども言いましたが、バスを降りると目の前が国内線の出発ロビーということで、大変便利な立地になっております。チェックインカウンターは FDA が目の前です。手続きなどは早めに済ませておきましょう。手続きを済ませましたら、オブジェをですね、目印に2階へ進んでいきます。国際線国内線出発ということで、こちらエスカレーターエレベーターを登っていきます。名古屋小牧空港駅は18時55分になっております。余裕を持って到着するとね、お土産の購入だったり、お食事の時間確保できますので、早めに到着しておくことをお勧めします。青森の隠れたご当地グルメ、味噌カレー牛乳ラーメンをいただきました。とてもまろやかな味わいでした。さて、保安検査場は早めに通過しておくと、またね、焦らなくて済みますので、ぜひ早めの通過をお勧めします。搭乗ゲートに来たのは18時20分頃、新幹線だとすでにもう盛岡駅を発車した頃になっているんですね。搭乗ゲートを通過できるのは18時40分頃、新幹線はもう仙台駅まであともう少しのところでございます。搭乗券の QR コードをね、かざしまして、こちら
ゲートを通過していきます。ボーディングブリッジをね渡るこのワクワク感は飛行機でしか味わえないものだと思います。さてついに機内に入っていきますが、機内は美空色の2列&2列シートが並んでおります。携帯電話など通信用の電波を発する電子機器類は、飛行機のドアが閉まりましたら電源をお切りいただくか機内モードにお切り替えください。皆様のご協力をお願いいたします。さてこの機体はエンブラエル社の E-Jet と呼ばれる機体で、エンブラエル175というねシリーズになっています。機内紙はドリーム3776、タイトルは社名のドリームと富士山の標高から撮られています。リクライニングの角度は浅いですが、まあ、小型機にしては十分かなっていうね、感じです。足元も小型機にしては、まあ、狭さはねあまり感じられないので、まあ、ゆったりくつろぐことはできるかと思います。18時50分に青森空港を出発いたしました名古屋行きです。名古屋小牧空港はあくまで通称でありまして、正式名称は名古屋飛行場という名前になります。青森空港を出る頃、新幹線は、仙台駅に到着、まあ、発車する頃だと思います。新幹線の方が仙台までリードしているわけでございます。さていよいよ滑走路にやってきました。もうね離陸の準備が整っております。回転数を上げまして、もう離陸直前でございます。急に新幹線並みの速度で、加速しまして、滑走路をね、車輪走行していくっていうのも離陸間際の魅力だと思います。無事に離陸をいたしまして、さてこの空の旅の始まりでございます。夜の青森の、ね、街並みを見下ろしながら青森を、ね、去っていきます。機内サービスも CA さんによるきめ細やかな丁寧な対応がとても嬉しく感じます。大手の航空会社ではありませんが LCC ではありませんので、こういった機内サービスがね、充実しているのはかなり嬉しい限りでございます。 FDA のロゴ入りのカップです。飛行状況等についてご案内いたします。この状況は現在新潟県の沿岸沿いを飛行中でございます。人口高度3万6000フィート、メートルで1万1000メートル上空を飛行速度時速650キロメートルを持ちまして、衛星で順調に飛行を続けております。現在皆様の左手下の方には新潟市の市街地の辺りがご覧になれると思います。また右手のお客様からは瀬戸田島の市街地も、この先東急は長野県松本市上空を経由しまして、皆様の長野空港到着予定時刻は定刻の20時25分、午後8時25分前後の到着を予定しております。現
在の長久保周辺の天候は晴れ、気温は6度でございます。では残り40分少々のフライト時間となっております。狭い機内でございますが、どうぞごゆっくりとおくつろぎください。それましてモックスのご搭乗誠にありがとうございます。21世紀出雲空港整備利用促進協議会にお支援いただいております。ヘッドレストカバーでは国譲り神話や国引き神話の舞台となった稲佐の浜を紹介しております。稲佐の浜は旧暦の10月に縁結びの会議のため、全国の八百万の神々をお迎えする神迎え神事の浜です。夕日の名所としても知られ、日の入り前は多くの見物客でにぎわいます。縁結びのふるさと出雲へぜひお出かけください。機内をいろいろ撮影していますと、それを見かねた CA さんから素敵なフライトログの、カードね、こちらと、FDA のカップに入った飴のサービスがありました。本当にね、ありがとうございます。こういったね、あの特別なサービスがあると、また飛行機に乗りたいなっていうふうに思います。さて、ついに着陸態勢に入っておりまして、愛知県の小牧周辺の夜の街並みが見えてきました。この頃、先ほどね述べましたが、新幹線は大宮駅付近まで来ていることになりますので、さすがに飛行機の方が早いということで、こちらの方が先に愛知県に入っております。この小牧付近の夜景と飛行機の翼の部分についているこちらナビゲーションライトというものですが、こちらがとても綺麗に輝いております。この旋回しているところも飛行機ならではの風景だと思います。さて、セントレアはですね、海上空港なんですが、小牧空港は内陸の空港なので、この市街地スレスレをね上空飛んでいるというね、ちょっとスリルのある着陸が見ることができます。さて、無事に名古屋小牧空港に着陸をいたしました。まあ、本当のね正式名称は名古屋飛行場ということになります。車輪走行に切り替わりまして、急減速をしていきます。皆様、ただいま名古屋空港に着陸いたしました。シートベルト着用サインが消えるまで、シートベルトは閉めたままでお待ちください。また名古屋空港では出口の先に階段を使用いたします。足元には十分お気をつけください。皆様、今日も富士ドリームエアラインズをご利用くださいましてありがとうございました。さて、無事に、名古屋飛行場に到着をいたしました。この小牧空港、空港ではなく正式には飛行場ということも、こちらボーディングブリッジがない理由の一つなのかもしれません。タラップはタラップで、こちら飛行機の機体を間近で見られることや、降りた後の開放感を味わうことができるのもメリットの一つというか楽しみだと思います。珍しい遮断機付きの横断歩道を渡りまして、ゲートを通過しまして、さて、預けましたね荷物を受け取るということで、こちらで待機をしていきます。さて、どの空港でも言えることですが、再入場できないので忘れ物だけないようにご注意ください。まっすぐ進みますと、名古屋駅、西春駅、勝川駅行きの、バスが、あるんですが、今回は葵交通の空港バスを利用します。名古屋駅だけではなくって、栄や県庁のアクセスも良好です。
4列シートの高速バスタイプの車両がやってまいりました。運賃は前払い式で、運転手さんに降車値を申告しまして、お金を払っていきます。名古屋駅は片道700円です。さて、飛行機からの接続も良好で、なんと降りてから20分後に発車するということでございます。バスに乗り換えて発車した頃、新幹線だとまだ東京駅で乗り換え待ちをしていることになります。さて、名古屋高速道路を経由するということで、葵交通の空港バスは座席定員制となります。そのため満席の場合は乗車不可能となりますのでご注意ください。豊山南料金所から入場をしていきます。入場した後は名古屋高速11号小牧線を走行します。その後、楠料金所ジャンクションを経由しまして、名古屋高速1号楠線に入っていきます。その後は名古屋高速1号楠線の東片端ジャンクションを経由していきます。東片端ジャンクションからは名古屋高速都心環状線に入りまして、東新町の出口を降りまして、一般道である錦通りを走行していきます。栄に到着する頃は21時5分。新幹線は品川駅と新横浜駅走行中です。栄までは片道600円となります。さて、栄を出まして次は名古屋駅に停車します。もうね、しばらくずっと錦通りを直進していきます。右折しまして江川線をしばらく走行いたします。そして桜通りを経由しまして、名古屋駅は目の前に見えてまいりました。そしてさらに左折をしまして名駅通りに入っていきます。名駅通りに名古屋駅前の葵交通のバス停があります。対向に名鉄名古屋駅や名鉄百貨店が見えるところが目印だと思ってください。名古屋空港からは30分で到着をいたしました。ついに名古屋駅に到着です。名鉄だけでなく近鉄、もちろん JR の広小路口、どれもアクセス便利な位置にバス停があります。名古屋駅の到着時刻は21時15分ということで、新幹線で移動した場合まだ新横浜駅を出て間もない頃でございます。青森と名古屋を唯一ね、点と点で結ぶ唯一の、ね、公共交通機関でありまして、空港までと空港からのバスでのアクセスやチェックインの余裕時間、これらを加味しても点と点を結ぶですね、飛行機のメリット十分に受けることができるんです。新幹線もいいんですけれども、もしですね、青森と名古屋の間の移動手段として、多くの人にね、選択肢を増やすきっかけになれば幸いでございます。それでは最後までのご視聴誠にありがとうございました。